回のですね、ゲストは内山たけしさんです。たけしじゃなくて、たかしです。たかし、あ、ごめんなさい。残り3ラウンドで逆転だよ。本当にもう、すごい試合だったね。やっぱり世界チャンピオンなんですよ。全然違う、破壊力が。ネクストチャレンジ、さあ始まりました。具志堅用高のネクストチャレンジ。今回のですね、ゲストはまたすごいですよ、これ。元 WBA スーパーフェザー級、内山武史さんです。お願いします。内山さん、はい、武史じゃなくて、高志です。高志、あ、ごめんなさい。そうだ、高志っていう字がね、はい、具志堅用高の2つ入ってます。具志堅の子と用高の子が入ってる。はい、すごいね。あざす。応援もすごいしね。いや、なんか縁がありますね。ちょっちゅね。何度かテレビでも一緒にご一緒させてもらいますし、あとイベントとかでも。チャンピオンになる要素をみんな持ってますよね。技術もそうだし、パンチ力もそうだし、でリングの中でのやっぱり戦う姿勢とかハート、それみんな揃ってますよ。そうじゃないとチャンピオンになれないし。アマチュアの時に後輩と試合来てますよね。国体の時にね、決勝で。ネマですね。ネマ。はい。その試合僕見てるんですよ。あの時はもう全然ボコボコされましたよ。いや、どっちが勝ってもいい。いやいやいや、もう反転も。いい試合でした。全然離れましたもん。わざわざ俺、奈良の方に見に行ったんだ。ああ、そうです。覚えてますよ、今でも。国体の決勝の日にウォーミングアップするじゃないですか。僕はもう普通に選手とウォーミングアップしたんですけど、相手の方はもう具志堅さんジムに入るって決まったんですよね。高校卒業したら。だからもう具志堅さんがそこでネマにアドバイスしてて、試合前に、いいな、向こうは具志堅さんがなんか華やかだなってテレビがついてっていうのがイメージありましたね、僕は。覚えてます。まあ、引退してジムをオープンして2年になりますか。11月で2年になりますね。プロのジムはまだ登録してませんよね。まだしてないです。もううちはフィットネスでやってます。不思議なんだよね、偉大な世界チャンピオンが引退してジムをやってるんだけど、うん、プロのジムを登録してないんですよ、うん、それ何かあるんですかね。まあ、具志堅さんもそうです、うん、現役ってきついじゃないですか。トレーニングもやっぱり選手を教えるのも大変だと思いますし、うん、やっぱ引退してもうボクシングから足を洗ったわけじゃないですけど、うん、引退だなってなった時にホッとするじゃないですか。うん、やる。これはいきなりなんかまたその戦いの場ってのが思いつかないんですよね。そっか、教え子が戦うことも結局は僕が戦うことも一緒じゃないですか、うんうん、それがね、まだこう気持ちの面というか、うん、よし、また選手を世界チャンピオンさせるかっていう気には なかなかまだなれなくて。いや、俺もやっぱり15年ぐらいは本当にジムやろうと思わなかったから。引退してから僕41で、はい、自分をパスさせたからね。あ、その間は本当にもう 見るだけだったね。あ、そうですよね、うん、特にそのアマチュアの選手も試合を出しながら、はい、プロのライセンスも登録しとくのもいいかなと、ね、ただね、やっぱりお金がかかるっていうのは考えたらちょっとこれ難しい面があるんですよね、うん、ただコーチを置いててね、ジムの中に、ね、アマチュア専門のでプロのまたライセンスを持っていけばいいかなっていう感じはするけどね、はい。俺一番今聞きたいのは、はい、取るのも大変だけど、はい、守るのはもっと難しいんだよね、はい、もう負けちゃおれなんだから、はい、防衛していく中で一番厳しかったのは初防衛から。はい、まあ、辛かったのはやっぱり防衛の3回目の三浦戦ですかね。向こうの骨が2本折れて、でそのまま試合迎えたんでダウンも食らったし、初めて目も切ったし、次倒れなかったからよかったね。はい、あの試合はもう本当に最大のピンチだったね。あ、一番大変な時は何だった。俺はもう初防衛ですよ。あ、ハイメリオスってね、はい、パナマの選手だけど、うん、あれはもう今までやった中で一番強いのよ。で、何が強かったらパンチ力じゃないのよ、はい、体幹っていうか、はい、もうスタミナとスピードがもうすごいのよ。ずっと動いてるの、1ラウンドから15ラウンドまで同じスピード、それだから強かったのよ。もうダウンはされるしさ、俺目は切るし、はい、で最後残り3ラウンドで逆転だよ、はい、今の12ラウンド制だったら、はい、判定で負けてるんですよ。本当にもうすごい試合だったね。ちょっちゅね。秘訣ね、僕の場合はやっぱりあの切り替えが素早くできたってことだね。試合が決まったらそれに向かってね、誰とも会うことなくボクシングに打ち込むっていうことがやっぱ大事だったな、うん、朝のロードワーク、ジムワーク、しっかりメニューをこなしていったかな、コンディションを作ったかな、
そうですね、まあ、具志堅さんはさっきおっしゃってましたけど、やっぱ僕も試合のもう1ヶ月半ぐらい前からもう一切人と会わないような生活してたんで、あとだオンとオフですね。で試合終わって1週間休んだらもうそこからもうまた普通に通常練習なんで、練習をサボったことないんですよ1回も。偉いよね、うん、そこだよ。そうですね、決め事をしっかり守るっていうことで僕の場合はまあやっていきましたね、はい。女性の話とか結婚しないの？モテないんですよ。あの世界チャンピオンになったら逆にモテるんですよ。あの、まあ、みんないいじゃないですか、チャンピオンもみんなモテたことあって、うん、僕は、ね、そう思ったことないんですよ。あ、チヤホヤしてくれてるなって思うんですよね、うん、もう一つはスケベじゃないってことですよね、うん、スケベは早いんですよ。多分スケベですよ。あ、スケベですか。多分スケベなんですよ。僕結構あのひょっとしたらあっちの人なのって勘違いされるんですよ。だから現役の時に結婚してないから、あ、俺と本当同じ行動してるな、引退してから結婚するのかなと思って、そういうところをチェックするんですよ。で、そういうできてるからやっぱ防衛もすごいのかなと思うわけなんですよ。ちなみに具志堅さんはスケベ？スケベでいろいろあります。スケベです。まあ男ですからね。すごいモテました。半端じゃないです。最後にですね、パンチのこの破壊力をちょっと受けてみたいなと、はい、いいんですか。光栄です。ありがとうございます。ぜひお願いします。ぜひお願いします。具志堅さんにまさか持ってもらえとは。ちょっちゅね、スーパーフェザーの世界チャンピオンのパンチ硬いね。ありがとうございます。じゃあ重いな。いやすごい。うわ、よし、2つ、はい、いや、もっとすごいだろ。じゃあみんなの右の方が強いですね、左より。ねえ、はい、みんなひっくり返るんですよ。あれ右ストレート、はい、ね、はい、試合に使ったこのタブルタブル、やっぱ違うね。世界のストレートのパンチってこんなに切れる、打てないもん、切れっこ、うん、先より強いでしょ。先より強いでしょ。この2つ持ってくるんですよ。振ると重き打ってるんですよ。具志堅さん、疲れます。疲れます。どうですか、具志堅さん受けてみて。これがやっぱり世界チャンピオンなんですよ。重いね。ありがとうございます。全然違う、破壊力が。ちょっちゅね、チャンピオン、はい、今日はありがとうございます。ありがとうございました。いやー、高校の国体の時、対戦相手の方じゃなくて僕の方をスカウトしてくれれば。人生ね、人生がありますね。何がね、はい、起こるかわからないけど、はい、これからですよ。はい、頑張ります。やっぱりね、それに頑張りましょう。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。今日のゲストは朝倉未来チャンピオンです。はい、もう本当に自分でテレビ番組を持つような本なんで、 YouTube って、それはなかなか難しい。できないよな、本当に。これ見てるのはつけたことあるね。伝説具合が残ってました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。